社長です。歌舞吉です。はい、今回ですね、前からねちょっとねショップをね構築していく編ってところにお届けしている動画をねやってはいるんですけども、それがね今回3本目になってくるのかなってところにはなるんですけど、それにあたってショップを作っていくために、まあ、やれることってことをね今ラックを作ったりとかね購入しに行ってってことをお届けしてるんですけど、あまりにもやっぱカブトムシ映らないなってこととかもちょっとあったので、その中でこのショップをオープンするにあたってにはなってくるんですけど、ある種プレオープンみたいなことも体験していただけるタイミングのねイベントみたいなことをねさせていただこうというふうに思っていたりもするので、それで、ね、お話もね今回したいなってこともあって急遽ね動画をお届けすることにはなったんですね。これ何をしていくのかってことで申しますと、ちょっとね歌舞伎撮ってほしい、はい、これね映ってるかなって感じにはなってきてるんですけど、これね町ゼミってところをですねやらせていただくってことにはなってきてるんですけど、これねうちのショップが独自でやってるっていうよりはですね、映ってるかわかんないですけど、これ大阪狭山市っていうところの、私たち大阪に住んでて、それの大阪狭山市とかショップをねやってるってことにはなってはいるんですけど、大阪狭山市の商工会議所ってところがにはなってくるんですけど、これね町ゼミってとこ働きかけ第14回って書いてるんですけど、ここのところね開催していきますよって、ね、地域を盛り上げるためのイベントみたいなことを開催してるってことがございまして、これ、ね、大阪狭山市の方で私大阪狭山市の商工会のね会員になったってことが今回あるんですけど、その中で参加するイベントにうちも今回取り組んで参加していくってことになったっていう風にはなるんですね。これに関しましては画像はですねちょっとね出しておこうってことを思ってはいるんですけど、大きいやつですね、これに関して各店で申し込みをしていくってところで、うちのショップの中でこのねイベントをさせていただくっていうことをねやらせていただく予定をしているといったところにはなってはくるんですね。これじゃあ何をするのかってことに関しましては、このね歌舞伎地が持ってこう下に書いてるんですけど、幼虫マット交換体験ってところねやらせていただこうかなというふうに思っていたりもするんですね。ヘラクレスの成虫は飼ってたけど、卵から採卵して幼虫をね触るって機会がなかなかないなとかね、こんな大きな幼虫なんだとかいうことをですね体験してもらえる機会っていうね、今回ね3月の18日と3月の25日ってところの土曜日ですねところに計2回実施させていただこうというふうに思ってもいるんですね。各ですけども4組様ずつってことにはなってくるんで、計8組ってことにはなってきてしまうんで、地域のね方って含めてなってくるかもしれないんですけど、ただですねこれに関しましては大阪狭山市に住んでいないといけないよってことではなくですね、ある種全国のどこから参加しても OK といったことにはなってくるイベントになります。これがですね3月の18と25で行うってことをするんですけど、ただ限定で8名様のみってことにもなってるんで、早めにってことにはなります。ただですけどもこれでちょっといろいろ考えてはいるんですね。オープンするのが3月21日ってことにはなってくるんで、その間前後の土曜日ってことを実施する予定をしてるんですけど、申し込みの数がかなり多かったりすると別日でちょっとね儲ける可能性もゼロじゃないなっていうふうに今個人的に思っていたりもするので、8組様が埋まるかどうかってことが結構ね境目になるかなってことにもなるんですけど、ちょっとそんなねこともやりますってところでショップをねある種プレイオープンしてしまえば、3月18とかになってくると21からオープンなんで、もう整体とかもある程度揃ってるといった状態にはなるので、そこのところからショップがどんな感じなのかなってことをね早めに見ていただけるタイミングにもなるってことで、気になる方はねそういうのもね申し込みもしてみてください。よろしくお願いいたします。それプラスアルファですね、我々今ねこのショップ作る編というか構築編の時はねつなぎをね歌舞伎と一緒に着させていただいてはいるんですけど、これ作業をねやっていく様子っていうところをお届けしたいなってことを思っているといったところにはなるんですね。今回何をするのかってことで言いますと、ヘラクレスオーカーを体験していただくこの幼虫っていうのがどんなものなのかってことをまず知っていただいて、これならね自分も参加できるんじゃないかってことがあればご参加していただければなっていうふうなところも含めて、僕と歌舞伎地の方でにはなりますけども実施していく様子ってことをねお届けしたいなというふうに思ってもおります。じゃあね早速ね取り組んでいこうと思ってるんですね。じゃあ歌舞伎地見せてあげてください。この子がですね11月17日に 88g であったってところのヘラクレスさんってことになってくるんで、これに撮影させていただいてるのが2月の10日ってことにもなってくるんで、12、11、まあ、約3ヶ月ぐらい経ってきている様子ってところをねお届けできればいいかなというふうに思ってもおります。じゃあですねちょっとやっていきましょう。じゃあ出します。はい、ようやく喋ったなみたいな感じですね。こっちもそうですね。私の動画ね見ていただく方はね結構見てる方多いと思うんですけど、これがヘラクレスのねオスの幼虫さんってことにはなってくるんですね。結構でかいですね。でかいですよね。これ自身がこのところになるんで映ってるかわかんないですけど、ここにちょぼっとねオレンジの点みたいなのがあるんですよ。はい、このね真ん中にオレンジの点みたいなのがあるんですよ。これ茶色いというのが正しいかわかんないですけど、この点がある子がオスなんです。これがない子がメスってところで見極めていくってことにもなるんで、これがね生殖器のポイントになるところかなというふうに思ってはいるんですけど、プロフィール風に見極めていくというところです。あとはですねこの頭角がちょっとねでかい小さいとかもあるんですけど、この子そんな頭角ね大きくないんですけど、たださっきのところ見ればオスってことが分かってくるといったところですね。うんこしてる。おすごすご、こんな風に出てくるんですね。初めて見たな
まあ恐怖なんでしょうねってところまでちょっと置いてありましょう。ってところになってきております。うんこするシーン初めて見ましたね今ね。ドア出てきましたね今。びっくりしました。うんこしちゃうってことはグラム減っちゃうってことになるんで、先にねうんこつきでもあげる、はいね、グラム測ってきます。すごい94もある。94グラムですねってところなんで、こうせんかったら95ぐらいあったかもしれない。そうそう、うんこのおかげでだいぶグラムが減ってしまった可能性が出るんですけど、まあ、恐怖っちゃ恐怖ですかね。なのでこういったヘラクレスはオスに関しては今こういう風に出ているみたいに、大きい子は出て100前後、まあ100超える子とかもうちの中でも結構いるんですけど、そういった風に大阪乗ります。なのでメスに関しては大きくて 80g 前後ぐらいまでかなって感じです。なので大体60から70、80ぐらいまでの重さが大体メスさんになるかなと。で100超えてきたらもう完全にオスって見極めれるんじゃないかってことにもなりますよって感じですね。分からなかったらとりあえずもう100超えたら確実にオスかなっていう、そうそうそう、そういうところで見極めていくっていうのでも全然いいかなって感じがしてます。ではですね、やっていくにあたってなんですけど、この中にふるいを使うって形にはなります。これ私やりながら思ったんですけど、ご参加していた方が多ければこの分のふるいを買わないといけないだろうと思ってました。1個じゃ足りないでしょ。同じオケでみんな4人一斉にやるんですか。いや、分けてやらないといけないってことあるんですけど、うん、やり方含めてはちょっといろいろね、あと1ヶ月ぐらいあるんで試行錯誤しようという気持ちはあるんですけど、はい、トロブリがいるなとかタライがいるんじゃないかとか、いろいろ考えつつありますね、今っていうところもね、ちょっとお届けしながらって感じはあるんですけど、私じゃあこれ今何の作業してるのかってことで言いますと、うんちをね取り除いてあげてるってことなんですね。これがうんちです。ヘラクレスがヘラクレスとかで言うと、さっきねこっちみたいにねちょっと見るの嫌って人もいるかもしれないですけど、ビシャってね焼いたての時はこんな感じなんですよ。初めて焼いたて見ました。そうそうそう、そのやりたてってことがあるんですけど、ただそれがちょっとカチッて固まるんです。いつもさっき掃除してもらったりとかしてる時とかも、ね、大体掃除してる時とか固まってる状態なんですけど、それが固まってない時はこんななんていうかね生チョコみたいな感じですかねってところになるので、今ほとんどして固まってくるってことになるよっていう感じで、あんまりでも匂いとかはしないですよね。そうですね、ヘラクレスオオカブトが特徴なんですけど、国産オオカブトとかの方が逆に匂いするイメージあります。なんか別に交換とかしてても臭いかなとか別に糞の感じはしないですからね。そうそうそう、だから匂いが苦手だって人はヘラクレスとかに関してあんまりないかもしれないなってことは思います。そうですね、買っててもそこまで臭いとかないですもんね。ゼリーの匂いがするかなとか、そうそう、ゼリーの匂いがしたりとか、おしっことかはね成虫になったらするので、それはあるかも。ただあの土の状態で幼虫の段階でめっちゃ匂いが出るとか、そんなこと自体はないかなっていうふうにね、なんか思いますね。でしてあげて、これ私がしてる理由に関しましても前から見てる方はね分かっているって方いるかもしれませんけど、このヘラクレスオオカブトさんのこの幼虫さんにはなんですけども、バクテリアってもので生きてるってことにもなってはくるので、このバクテリアさん今まで一緒に住んでた友達みたいなものですよ。これ友達を一緒に連れて行ってあげることが結構大事ってことにもなるので、これをなくいきなり違うところに持っていってしまうと、外国にいきなり転校するみたいな状態になってしまうんで、そこで友達を新しく作ってってことはできるかもしれないですけど、ただそれに適応できなくて亡くなっちゃう方も結構いるんですよ。また封しますね。そうそうそう、だから恐怖を感じるとね、ストレスで糞とかおしっことか、そうなの、成虫やったらおしっこだそう、幼虫の場合はうんちって感じですってとこなんで、もう早くね移してあげようってことにもなります。重さが減っちゃうんでねってところです。はい、っていう形でですね、ちょっと気持ちね、あと加水って形をしてあげます。水分がないと人間でもそうですけど結構やっぱしんどいんで、これはしっかりやっていきながらやりましょう。はい、というところです。で埋めてあげるということをするんですね。これをした上で新しいマットっていうのをね足していくって感じに私はしてます。まあ、全部変えるってことのパターンもあるんですね。コバエっていうのが発生してきてると交換せざるを得なくなる時もあるんですけど、それは状況によるかなって感じですね。変えるときはもともと使ってた同じマットを使うということですか。マットが変わればあんまりよろしくないんですね。そうですね、だから同じ種類のマットを使い続ける方がいいとも言われますね、ってところなんで、じゃあこちらの子がですね重さ的に言ってくると、今回が 94g といったところになってくる個体にはなってきました。で親がですね155のメスが72ミリってことだったので、まあまあ大きめのサイズの子だったよってことにもなるといった形です。このねマットで飼育するときに関しましては、結構ね小林が出やすいってこともあるので、小林が出てしまわないようにですけども、ちゃんと密閉できるね蓋をしてあげるってことが結構大事かなっていうところで私は思っているといったところです。こんな感じですね、空気穴だけあって、あとはですね入ってこないってことにもなるんで、部屋中に小林とかが飛んでいかなくなるということにもなるので、まあ、絶対に小林が発生するってわけではないんですけど、ただ発生してしまった時に地獄があるといったところなんで、それを含めてって感じですね。はい、じゃあ次に行きましょう。はい、じゃあ続いていきましょう。この子がですね親が157のメスが68ミリというサイズになってくる個体です。だいたいヘラクレスって120、30で40ぐらいがね、まあ、どっちかというと平均みたいな感じです。50より上になるとちょっと大きくなる
になってくるかなっていうイメージなんですね。60とかになってくるとその金額とかもバコってねやっぱ上がっていくイメージになっていくっていうところがラインになる。でメスに関して60ミリ台だとだいたい平均です。70とかになってくると大きい方になるかなってところなんで、そういった形のまあまあ大きめになりそうかなってところの個体であるといったところの親であるってところから生まれた子にはなるんですね。これが11月27日で 74g といったところのグラム数にはなる子ですね。わかりましょう。こんな感じでね見ていただければんですけど、これが糞がねあるのが見て取れてくるかなって感じなんですよね。こうなってきてると、まあ、変えてあげ時かなって形です。これがもうマックスになってるんであればもう絶対変えなきゃいけないと、もうご飯がない状態になっちゃうんで、まだギリご飯がある状態かなって言えますね。わかりましょう。まあまあ 70g ぐらいじゃないですかね、おそらくですけどね。じゃあ測っていきましょう。82、うん、だいたいそのぐらいですね。100とかの感じはないのでってところですね。100だと明らかにでかい、明らかにでかいですね。明らかにパンパンな感じです。でインとかね、オスとかだと結構デカめになります。さっきね、桶の中でやってるね、様子をお届けしたんですけど、こんな風な形で直接ケースの中で入れていくってことでもダメじゃないので、ちょっと二通りやろうと思って、入れさせていただきます。落ちてもいいような形で、私は結構二段構えなんですね。てしまえば下のトロブネって呼ばれる大きなケースですね。あともう一つがタライって形を置いて、まあ、下のね、地面が汚れてしまわないようにしているってことが大事かなと思いながらやってるような。結構もうマットなくなってた。そうそう、本当にだご飯が食べるかこんだけしかなかったって感じです。入れてもらってここね、こうねこうねしてあげるわけですよ。形で混ぜてあげて、加水っていう形ですね。加える水と書いて加水ということをしていただいて、ちょっとねやっぱ水分をあげるという形です。この子が 82g のオスって感じなんですけど、もうちょい、ね、頭角大きい子とかたまにいるんですけどね。ところです。で 100g とか超えてくると、私はねラクボックスってものに変えていくってことをやったりはしてはいくので、それまではねこのパン屋さんってところの100均のダイソーで売ってて、もうね廃盤になっちゃってないケースなんですけど、ここの方に私は入れてブリードしているといったところになります。結構山盛り。そうですね、結構やっぱり食べるんで入れれるだけ。これが 4.2 リッターぐらい入るケースなんで、まあ、それぐらいかなって形です。ただここでさなぎって形になられてしまうと、オスの場合は角が曲がっちゃうので、人工用水って方に移していくのか、そうではなくラクボックスって方に移していくのかって、どっちかにねしていただく方がいいかなというふうに思っているといったところになります。ですね、この子がですね 82g でオスでしたというところになります。はい、続いてじゃあ3つ目になるんですけど、これがね同じ親から生まれている子ってことにはなってくるんで、157のね68歳、さっきと兄弟といった形にはなってます。まあ、セラクレスオオカブトは多い子であれば大体卵100個ぐらい1メスで産むので、産むのが嬉しいってことはあるんですけど、ただ産ませすぎもねスペース取るんでね気をつけないといけないところです。ただですね、これ歌舞伎市とかもやってもらって分かると思うんですけど、全てのヘラクレスさんが何ていうんですかね、生まれた幼虫全部が成虫まで行くってことはないですよ。結構落ちちゃうってことがあるので、それも含めてね多くね幼虫を取っておくってことも大切かもしれないなというふうに思ったりもするわけですね。これが結構ねいい状態と言います。いい状態なんですか。これいい状態なんです。ゴロゴロなってるやつ。そうそう、ボコボコしてるのがいいんですよ。なんで下から上がってきて食べて潜ってみたいなことしてるんで、これの、ね、上に動きがないと幼虫が食べてないというか動きが弱い幼虫なんですよ。からこういう風に動いてる幼虫の方がどっちかというと期待値が高いと言えるかなって感じですね。測っていきましょう。さっきと同じぐらいかもしれないですね。70か80前後ぐらいのイメージなもんだよね。まあ、さっきの子はちょっとちっちゃいかなって感じしてますね。同じ時期で生まれたとしてもちょっとやっぱ重さに差が生まれてくるっていうのは、ね、気温とかいろいろあるんですよ。気温、そうですね、同じマットで同じ気温で置いてたとしてもやっぱ個体差があります。人間とかでもそれでも便利と一緒ですよね。同じご飯食べてるけど全然大きさ変わるみたいな、同じ親でも兄弟とかでも結構変わるとかもあるじゃないですか。それこそ僕とか兄弟と似てるかもしれないですけどね。僕が181で歌舞伎が169とかじゃないですか、はい、でも食べてるもん一緒やったりと、まあ好き嫌いしました、ね、好き嫌いがまあありましたけど、まあそれでもってとこがあって、やっぱ個体差がやっぱ出るんですよね。何でもですよ、同じ親から生まれたとしたらですね、この子ら的にはいっぱい食べて大きくなってくれた方が僕らは嬉しい。そう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 、身長大きくなってくれたらいいみたいな形ですね。182ぐらいが今ヘラクレスギネスなんですけど、このクラスとかになってきたら、まあ、見ることないですけどね。170ぐらいなら結構見る機会あるんですけど、180はもうないっすね。目にかかる機会がないと、そういうところにもなるかなって感じです。じゃあちょっとお水入れていただいてね。やっぱマットとかによるんですか、この大きくなる。
あ、なります。なんでマットの質とかにもよってくるので、なんかホームセンターとかで売ってる土とかは僕あんまりもうおすすめはできないかなって感じはあります。使ってみた結果ですけどね、やっぱね匂いもきついし、で小映えも湧きやすいし、それでかつ大きくならないといったことが結構起きたんで、僕はもうそういったところでは買わないというか使わないようにしてるかなって感じですね。この状態になったというところからですね、もっと足してあげるって感じですね。蓋をして完成ってところです。これね、穴の開ける数とかが少なすぎませんかとか、まあいろいろあるんですけど、私の場合1個穴を開けて、これサージカルテープでこれ止めてたりってことを100均のダイソーとかで売ってるんですけどね、それでやってる分でも全然生きてるといったところにもなるし、大きくもなってるってこともございます。穴を開ける方が酸素が入るから大事じゃないかってことももちろん考えられるんですけど、ただ私としてちょっとね怖いところもあって、これ何かと申しますと、穴がある分やっぱ水蒸気が逃げていっちゃうんですね外に。なので結構土が乾燥してしまうことになってしまうってことにもね、私は考える方でもあるんで、ラックボックスとかも上ね結構開いてるんですよ。幼虫さん入れるんでラックボックスってものなんですけど、ただここのところの上のところにねこう見ていただいたら2つね穴が開いてるんですよ。なんでいいなって思いつつも、でもこれでも結構水分が飛んでいっちゃうってことにもなるんですよ。ってことにもなるので、穴があったら酸素を入れてあげるために穴が開いてる方がいいなっていう人もいます。でもそうじゃなくてもいいなって思ったりする私もいるといったところですね。なんでどっちがいいってことが結構難しいなってことはあります。これであったとしてもしっかり開けて加水をねたまにしてあげれるって方であれば全然問題ないと思うんですよ。穴いっぱい開けたとしても、でも結構管理がねそんなに見れないなってこととかね、お仕事が忙しいとかいうことであれば、どちらかというとそういった風に個室を守ってあげるようにはどうすればいいのかってことは考えても私は良いのかなと思っているというところですね。ボックスは乾いてるイメージですよね。そうっていうのが結構ねありますというところです。この動画最後になると思うんですけど、これがヘラクレスオオカブトの亜種と呼ばれるヘラクレス森姉妹って名前のねものになってくるんですね。日本人の方がつけたから森姉妹という名前、そう日本人の方がってことなんですよ。なんでじゃないとこんな名前絶対つかないですよ。外人さんで森姉妹いないんで、ブルゼニとかあっちとかはもう海外パスカイとかね方なんですけど、これに関しては覚えやすいですよね。そう僕パッと覚えました森姉妹で。そうそう森姉妹も高くわえて込みました。そんなもう日本人の方が見つけた1種類です。ところで、これが前ですね11月の17日 79g だったってことなんで、これをですねせっかくなんでも歌舞伎地に変えてもらおうと思ってたりをしています。変えましょう。こんな感じですね。うんちがいっぱいですね。いっぱいあるですね。ゴロッと入ってきました。わかんないでしょこれ。ヘラクレスヘラクレスと森姉妹の幼虫だよって言われても違いわかんないですかね。そうですねっていう感じなんで、混ざっちゃうと絶対ダメだっていうのがこの辺になりますね。測りますね。ちょっと黄色がかかってきてる感じね、ちょっと出てきてるなってところですね。81ですね。81ですね。こちらに見ていきたいなと思ってるんですけど、まだ絶対高くないんですけど、ちょっとですね色が白から黄色がかってきだしてるのが、ね、見て取れてくるかなって感じなんですよね。でこのどんどんヘラクレスオオカブトがさなぎに近づいていくタイミングってことになってくると、これがめっちゃ黄色くなってきます。なんでめっちゃ黄色くなってくると、そろそろもうさなぎになる全容ってやつになるのかなってことがイメージついてくる。ことにはなってくるので、この全容ってところになってくるタイミングであれば、先ほど見てたですねこんなね専用のねケースとも言えるラックボックスが移動させていくってことは私やってたりしてます。このラックボックスがいいのも、ここ見ていただくと幼虫さんのね横幅とほぼぴったりぐらいのサイズ感になるなってところ見て取れてくるかなって感じなんですね。これをやる理由に関しましても、これですね角がねやっぱヘラクレスオオカブトってピンって伸びてねやるのがかっこいいなってことにもなるんですけど、ただそのピンと伸びることに関しても、さっき言ってたねパン屋さんとか含めてのケースだと頭当たっちゃう可能性があるんですよ。でそうなってきてしまうと、どうしても角が曲がっちゃうってことで、こうまたうんち出たっていうところもやっぱ出てくるっていうところですね。うつもてでうんち出ちゃうね。加水します。はい、ということで、ね、混ぜ混ぜして幼虫ちゃんを乗せます。ちょっと黄色がかってて可愛いですね。そういった風にマット入れながらですね、幼虫がうんち案内する瞬間結構今回取れちゃうなって感じになりますけど、なかなか僕も初めて見ましたね。下のうんちするんだな。グッグッと締めます。はい、ということでね森姉妹のマット交換終わりました。いくつもね交換するやつは残しているってことはあるんですけど、だいたいマット交換は 2,3 ヶ月に一遍ぐらいするペースが、オスに関してはねどっちかっていうと私良いなっていうふうに思っていたりもしているので、マット交換のタイミング、3月のタイミングでそれが実施できることをねお届けする様子っていうところでイメージ掴んでもらえたら良かったかなっていうふうに思っております。そういった形でになりますけども、カブトムシねクワガタはねこういった形でね
私たちもねブリードしていくってことをやってはいるんですけど、こんなね幼虫の交換の方法ってことをね今回やらせていただいたんですけども、カブトムシのねマット交換の体験会ってことをですね3月の18日と25日の方でこちらの方で実施しようと思ってますんで、先着8名様ってことにもなってくるんですけど、この分がもう少し人数が多くなってしまえば別日で、ね、準備することもね考えていくってことにもなるんですけど、それ含めてもですね概要欄の方に申し込みフォームってところをね貼ってもおきますんで、お申し込みのフォームからねお申し込みいただければこういう体験も、ね、できるってことにもなりますんで、ご興味ある方やってみてください。よろしくお願いいたします。そんなねカブトムシクワガタの動画をですね今後もねお届けしたいなと思ってますんで、チャンネル登録まだの方に関しましてはチャンネル登録ほどよろしくお願いいたします。またですねいいねやったらコメントもいただけば私は制作意欲になりまして励みになるんでいただければとても嬉しいです。それではですね引き続き動画の方ご視聴の方よろしくお願いいたします。それでは。